やろうも、というわけで今日もやっていきましょう。今日のバンプオブチキン、へへい、ということでね、まあ俺の大好きなバンプの何か一曲をね、こうフォーカスして、でこれをね、こう独自目線で紹介しちゃうべっていうあれなんですけど、今日はとっておきの歌を紹介すると思ってます。とっておきの歌、俺マジで好きなのね。実は俺の結婚式のエンディングロールにも曲をね、使ったくらい、もうめちゃめちゃ最高の曲なんだけど、まあいつも通りの流れでいきましょう。1993年3月18日にリリースされたバンプのインディーズ1枚目のアルバム、フレイムペインに収録されている楽曲で、これね、フレイムペインはね、前もいろいろ言ってるんですよ。歌詞カードは藤君の手書きだよとかね、いろいろ作ってるんですけど、まあそれは前のね、ガラスのブルースの時に喋ってからよかったら聞いてもらえればと思うんだけど、まあこのとっておきの歌って、実はね、バンプにとって数少ない公式のラブソングのうちの一つなんですよ。で、何がそのバンプの中で一応公式と言われているラブソングっていうのが、リリーとアルエととっておきの歌の3曲だけなんですよ。スノースマイルとかもよくね、あれこれってラブソングじゃないのって言って、あれは冬を歌った歌ですからね。はい。でね、これすごいんですよ。なんで俺も結婚式で使ったかっていうと、もう歌詞がとにかくロマンチックで、ひたすらにストレートで純粋な思いがね、この楽曲の中には描かれてるわけですよ。なんもう出だしの歌詞から素敵すぎちゃうの。ゆっくりでいいから、君が本当に笑って泣けるような二人になろう。もう何これ、今からプロポーズ予定している人、これで決まりでしょっつーぐらい、めちゃめちゃいい歌詞じゃん。で、 A メロもさ、ちょっとずつアルバムを重くしよう、何でもない日も記念日にしよう、どんなにめくっても終わりがない代わりに続きがある2人のアルバム、魔法のアルバム、すごいじゃん。これね、人間生きてれば誰しもが持っている魔法のアルバムなのよ。で、普通アルバムって終わりが来ちゃうんだけど、めくっただけで続いていくっていうこのアルバムは、なんだろうな、なんつうのかな、この曲の中に出てくる2人だけじゃなくても、やっぱさっきも言ったけど、誰もが持ってる魔法のアルバムなのよ。で、どこでもいいし、大好きなね、人とその訪れる場所とか見たっていうその景色とかっていうのは、全てが特別な場所だし、全てが特別な景色になるよねと。で、ここまででも、この一番のここまでの歌詞を取ったとしても、その曲中に出てくる君をとっても大事にしてくるのが伝わりまくってきてるにもかかわらず、極めつけのサビが来るわけですよ。地図にもない場所っていうのは、もう本当にさっきも言ったけど、2人で訪れる場所っていうのはもう常に特別であると。で、今はスマホのカメラとかが主流かもしれないけど、まあ、この曲を作った当時だからね、インスタントカメラを持って2人でその出かける行為自体が特別なんだと。そして行った先で彼女に似合う花を、首をかしげてまで本気で選ぶ様って、もうとんでもなくロマンチックだと思うんだよね。もう好きで好きで仕方ない気持ちが伝わりまくるよねと。で、2番の歌詞も冒頭から藤君らしさが全開なんですよ。単純な僕の単純な歌、大事な人のためだけの歌、よくあるラブソング、でも2人の前だけで特別であればいい、よくある歌でいい。もうね、誰も共感しなくていいよと。もう俺ら2人にとって特別であればいいんだと。シンプルで分かりやすいからこそ、相手にストレートに響くよねと。見かけごと強くないし、単純でもないと。だけど、一人で耐えることは絶対させないよと。無理やりでも力になろうとするよと。そんな思いのこもった B メロがもう最高に流せるよね。もうほんとね、細かいとこ突っ込んでいくと、マジでもう時間全然足りないぐらい語れるのが、このとっておきの歌です。
この曲聴くと、なんだろうね、一冊の恋愛小説を読んだかのような気分になれて、お互いの全てを受け止めて支え合えるような2人に本当になっていきたいなと気持ちにさせてくれる、めちゃめちゃ俺にとっても大事な曲です。これから結婚を控えている方、それからね、なんかプロポーズをしようとしている方、うん、でなんかこう結婚して喧嘩とかしちゃうこともあるかもしれないけど、そういう時にね聞いて、こうお互いにとってやっぱり必要なパートナー、優しくあろうかな、うん、やっぱもっと2人で大事な時間を共有していこうかなとか、もう本当いろんなね、あの思いが芽生える大事な大事な一曲じゃないかなということです。というわけで、とっておきの歌バンプが認める公式としての3曲しかないラブソングの1曲、ぜひ皆さんも聴いてみてください。ではまたね、じゃん。